砲ドドロ、ウニラ持ち込み、ウニラ持参でバトル、攻撃するとトゲが飛び出て、ウニラって何ですか。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。今回はね、このスマブラでちょっとストーリー的なものがあるらしいので、それをやっていきたいと思います。アドベンチャーやね。すべてを失った世界でファイターやスピリッツを助け出せ。はい、やっていきます。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、灯火の星。どんな感じなんやろ。今日こそ決着をつけてやる。すげえ喋るやば。え、フルボイス、もしかして。手がいっぱい、怖っ。マスターハンドというやつやね。これ本体違うか一人で10体ぐらい倒せればいけるか。ここまで来たらやるしかないでしょ。うわ、綺麗。髪の毛とかめっちゃ綺麗やん。きっと勝てる。あれやね、意外と現実では難しそうって思うけど、普通のマスターハンドを従い新たなる創生を狙うキーラ、従えとるだけな。反抗勢力であるファイター全軍との最終決戦は、今の誰、リンク。圧倒的な光に包まれて終焉を迎えた。え、終焉迎えてしまったよ。大丈夫。あ、リンクこれやった。先頭にいたのは消し飛んだ。うわー、待って、みんな消し飛んだんだけど。あー、チリチリに。やばい、この世の終わりが。いや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 、あ、そういうことね。イカになって隠れるってことね。あの箱は、え、あの箱は誰だったの。なんか消し飛んだけど、あれもヨガやってる場合じゃないよヨガやってる場合じゃないよ、こんな状態で。何、カービィなんかすごい避けるやん。今のは消し飛んだの？あー、かぶりババアさん。かぶりババアさんまで。日曜の午前中に株を売りに来てくれるだけの善良な。隠してこの世界はキーラの手に落ちた。戦えるファイターは全滅した。マジか。全滅したんや。他のものはすべて体を失いスピリットと化した。ミオは幽霊的な感じ。魂よね。カブリバさん飛び寄ったけど。カービィ生きとるやん。この星唯一の生き残りですか、カービィが。まさかの、かっこいい。生き残ったのはたった一人。たった一人生き残るとか辛すぎん。希望の星は混沌の中でか細くまたたいていた。あ、でもちゃんと希望の星は何気にあるの。ちょっと虹かかっとったし。灯火の星、灯火レベルではあるけど、まだまだ希望はあると。囚われてるマリオ。これは何、本体ってこと、体。ちょっと待って待って待って、なんか溶岩みたいなものかけられるけど、何、どういう状態。あ、垂れてきた垂れてきた。あ、これで何、黒いマリオが出来上がったってこと。そのなんか悪的な。キーラーファイターの母体をコピーしボディを生成した。そのものを動かすわけじゃないんやね。で、本体は無事なんや、一応。で、そのスピリットとやらを元に戻せばいいんかな。そして支配下に置いたスピリットの力を使いボディを操った。あ、中身は本体なの。中身は本体。ちょっと訳がわからなくなってきたね。中身はその支配した本人ってこと？ややこしいね。ヒーラーは圧倒的な数と力の軍勢を持ってこの世界を覆う。あ、これ。スピリットたちをキーラーの手から解放し力を借りること。ちょっとずつ仲間が増えていくわけやな、これで。そしてファイターの母体を救うこと。怖い、みんな怖いよ。打倒キーラーを目指し、最初の一歩が踏み出された。カービィを使っていくってことか。カービィ使ったことないな、まだ。どんな感じなんや、ね、やっぱ吸い込みとかいろいろあるんかな。え、かわいい。超平和な感じの世界やけど。
あ、これ雲かなんかってこと？なんなんやろ。なんか下に世界が広がっとるみたいな感じやったね、今。あ、動ける動ける。これで、これがそのスピリットとやら、ドドロ、誰や。あ、これ順番にしか行けんのか。自由に動けるんかとちょっと思ったけど。じゃ、これからってことかな。ドドロ。スピリットとは、実体を奪われ意識体になった者たち。キーラに支配されボディに取り付いている。あ、これやん。ボディにはスピリットの性質が宿る。撃破してスピリットを救え。攻撃力と防御力はアタッカーによって決まる。まずはアタッカーを編成しよう。何を言ってるかがわからないんだけど。ドドロ、マリオ。マリオピクミンシリーズに出てくるのが、え、これは何なの？このマリオをやっつけるの？ドドロってやつをやっつけるの？ルールメタル化。ルールメタル化？とりあえず、あ、相手がメタル状態になってパワーアップ。スピリッツの編成って何？ファイター。これ選べばいい。待って、何をしていくのかが全くわからない。とりあえずこれでいいってことよね。ん？これでもう挑むことになるの？スピリッツ。アタッカー。あ、なるほど。なんかこれでいろいろ使えるんや。電撃攻撃強化。レベル99で超化。水攻撃強化。腕攻撃強化。え、カービィってことは何がいいんやろ？なんかこういう状態、攻撃系行った方がいいかな。電撃攻撃なんか知らんけど強化しとこう。電撃攻撃あるんかなそもそもあるんかな、ちょっとわからんけど。この辺はスピードアップ。スピードね。攻撃力アップ。で、あ、ちょっと待って、2つ目。あ、これウィンキー。水中に入り続けても溺れなくなる。リップステッキ掴んでバトル。当てると相手にお花が咲く。かわいい。蓄積ダメージが一定以上でしばらく攻撃力アップ。攻撃力アップ、こういうの入れてった方がいいんかな。スピードアップ。姿が変わる時間が長くなる。あ、これいいんじゃない。わからんけど。あ、でもこれさ、なんか攻撃のやつ普通に腕攻撃強化の方がいいかな。雷攻撃なかったら意味ないってことやろ。これでいきます。私、相手がメタル状態になり、パワーアップしとる状態やけん。腕攻撃って要は通常攻撃ってことやろ。あ、やっぱりマリオをやっつけるんか。何？相手メタル、あ、メタル化した。メタル化した。あ、そんな一瞬だけな感じ。ぽよん。ぽよん。ちょいちょい切り替わるんやね。しかし私もパワーアップしてるから。なるほど、こういうところで使うんや。あの、なんか。燃やしてやる。なんかあの解放してゲットしたやつってこういうところで使っていくのね。なるほど、初めてちょっと扱い方が分かってきた。うわ辛い。目が赤いよ。やめろよ。お、待って、甲羅が出てきた。自分の作品のアイテムでやられる気分はどうだ。まだやれてないけど。帰ってきてんじゃねえよ。ビクトリー。解放ドドロ。ウニラ持ち込み。ウニラ持参でバトル。攻撃するとトゲが飛び出る。ウニラって何ですか？なんか知らんけど、ハンマー的なもの。あ、なるほど。ここに出てるやつが使えるようになるってことね。このスピリットのやつで。なるほど、なるほど。スピリッツを味方に。助けたスピリットが味方になった。さまざまな個性でファイターに力を貸してくれる。ふんふん。アタッカーにスロットが空いていればサポーターをお供につけることができる。サポーターは特別な個性を持っているのでどんどんつけた方がお得。サポーター2つまでなんかな。でも今3つついとったよね。これから増えていくのか。カービィファイナルカッター上必殺技。イーブイー。よき。相手が特定のポケモンを呼び出す。時間が経つと増援が出現。急いで倒さない。マジで増えるのやめてよ。とりあえずそのまま行こう。相手が特定のポケモン、それは EV を出すってことかな。違うんかな。とりあえずでもあのサポーターとして EV をゲットできるってことよね、これはきっと。出すポケモンは別に、いや EV だな。 EV だわ。やめて、なんだか怖い。ちょっと待って。あ、なるほど、これで、あ、カービィ
めっちゃ飛べる。カービィめっちゃ飛べる。え、ピカ待って、ヨッシー3匹いるのか。キャー、いや、やめて。お、一気にめっちゃ吹き飛ばせた。いいね、この剣。ちょ、やめてよ。ちょ、やめてよ。そりゃ、なんか今ハンマーみたいなの出しとったね。なにこれ、コーンスープ。イエーイ、食いしん坊のカービィだから、ちょ、びっくりした。食いしん坊のカービィだから。来いよ。なんか食べ物だらけ。ありがとう。レモンいただくね。あ、今の何やったんやろ。てかさっきから食べ物なんなんやろ。何か効果があるのかい。あ、確かに。はい、ビクトリー。え、ポケモンイーブ1体しか出さなかったことない。全然増援来なかった。大丈夫。あ、え、レベルがあるのこれ。へえ。てか初期のレベル高いね、結構。これで EV がゲットできたわけだけれども、さあ次々進んでいこう。フーコー、フーコちゃん、ここはプリンなの？ね、リボンつながり。リボンつながりですか。はい、挑戦していきます。いいね。動物の森、相手は下必殺技をよく使う。下必殺技？どういう技？あー、飛び森だわー。飛び盛りだわ。そしてあ、ダメや、これ近く、あ、これ吸い込めるよ、吸い込めるよ。あ、え、今のは私の技が炸裂したんじゃない。なんか花が咲いたね、カービィの頭に花が咲いた、超バカみたいな。あ、取れた。取れた。これで吸い込み。お、カービィが銃をぶっ放す。ちょっとプリン、そんなさ、寝ぼけたような顔でさ、あ、危ない。あの花は一体何なの？プリンにつけられてんの？あ、プリンも飛ぶのね、ふわふわと。あ、ケツ、プリンのケツ。来いよ、吸い込んでやるよ。シュイン、カービィならではの吸い込み技。うん、私だって飛ぶし。負けた。負けたんだけど。くぅ、なんだって、せっかく対抗していったというのに。さあ、来いよ来いよ。レディー、レディー、ゴー。いきなりの、いきなりの突撃。へい、めっちゃ飛んでくるやん。くっ、そんな可愛い声出したってダメだからね。目赤いし怖いからな、お前。あ、おー、ちょ待って、そのアイテム私欲しい。ちょ、あ、なんかついたよ、くっついたよ。あー、自分が自分が食らうという。あ、これあれじゃない？空中でさ、食べれるんじゃない？え、今のはどうなったの？なんか食べちゃったんだけど、アイテム。今の花みたいなアイテム食べちゃったんだけど、それは何かしら私に効果はあるのかい？とりあえず、何もなかったような気がするんだけど。戻ってくんなし。あ、ストーン。ストーン状態。近くにあるアイテムが少しずつ近づいてくるようになる。アイテム引き寄せ。へぇ。ふーこちゃんゲットー。嬉しい。投げてから一定距離を飛ぶと空中地面に設置される。で、あれを踏んだらダメージを受けるっていうことね。お、ここから、霧が解放、あ、なにこれ。あ、ここでマリオ解放ってこと？そういうことか。ファイターバトル。ファイターはボディを生み出す道具になっている。支配を解けば仲間にすることができる。じゃあ、ここで、行きましょう。母体を支配から解放しろ。
ハウストファイターが仲間になる母体を支配から救い出せ。よし、ここでここでマリオが仲間に来いよ。はや来いよ。吸い込むぞお前。キュッキュイーン。あ、帽子かぶった、イエーイイエーイ。これはマリオを救うことができたら次からはカービィ以外もちゃんとマリオとかも使えるってことかな。マリオの帽子をかぶって剣を振り回すっていうもうわけがわからない状態。はっ、くっそ落ちてくかと思ったのに。はっ、うりゃー、どっすんどっすん。いけせやビクトリー。なんか紅茶落ちてた今。マリオ参戦きたー。え、これはあれやろ、あの全体の方には関係ないやろ、スピリットだけよね解放されるのきっと。わからん。わからん。演出付きになんか一緒やけんさ。どうなんやろって感じやけど。ファイターを解放。メニューの編成からファイターを切り替えることができる。ふんふんふん。空中でのゴロゴロ卵、横必殺技。空中で使うと一度、消えるの早くないですかね。早すぎではないですかね。え、なんか、結構近くにさ、まだ2体あるね。え、あれ何？マリオ？じゃないよね。見た目では分からんってことなんか。なんか最初見た目でマリオって分かったんかなって思ったけど、違うんかな？じゃあ、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。こっちを向くことはできないの。あ、向いた。今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。でもこれさ、次あのガーディアンを倒したら右と左それぞれにファイターおるよね。もう一気にポンポンっていけそうな感じする。